皆さんこんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。今夜はですね、鬼滅の刃柱稽古編第5話、鬼を食ってまでの放送日でございます。私先ほどまで USJ に行っておりまして、雨に打たれたので一旦お風呂に入って、放送を待っているんですけれども、とにかくさっきまでの USJ との寒暖差がすごくて精神状態やばいです。とにかく今回のタイトル、鬼を食ってまで、まさかあのシーンまで行くんでしょうか。パンケーキを食ってまでの間違いじゃないの。とりあえず放送あと15分後ぐらいに始まりますので、待機して待ちたいと思います。今夜も私チャミと一緒に第5話を楽しんでいきましょう。始まった。これは蜂のシーンからですね。かわいいみつりちゃん。これは前回のハイライトですね。ね、ソライグロさんもやきもち焼きますよね、手をつないで。この辺は原作通りですよね。あー、こっからどうなるんだろう、めっちゃ楽しい。おお、パンケーキー三段重ね、美味しそう。うわー、みつりちゃんのエプロン姿、えあー、ちょっと新婚さんみたい。ちょっとその気ですよね。え、うまい、来る。あ、ほっぺた落ちそうかい。うまいって来るのかと思った。ちょっと煉獄さんが憑依してるような。お、この衣装はまさに、オープニングです。あの衣装はまさにあれですよね。すごく楽しみにしていた。ついに今夜見れるんですね。あー、ちょっとワンちゃん善一くんとか猪之助くんのレオタードもあの姿も見れますか。めっちゃ楽しみだな。ちょっとワクワクは止まりません。でもこのタイトルがね、やっぱり私は気になるので、今回は笑ってばかりじゃ入れないかなと思うんですけど、ドキドキの30分楽しんでいきましょう。第8話ですよね、柱稽古編第5話か。もう終盤ですよね。はあ、どうなるんだろう。お、始まった。ついに、ついに見れた。嬉しい、かわいい。これはいけないシーンじゃない、大丈夫かしら。あ、ちょっと嬉しそうだな。ちびまる子ちゃんみたい、この男の子。音がすごいリアルで痛そう。あ、イオロさん終わったの。じゃあみつりちゃんの修行早くない？早くない？おー、タイトル画面第5話鬼を食ってもらう、行っちゃうかな、この感じだと。行きますかね。イグロさんめちゃめちゃ怒ってますね。青い炎がねめっちゃ出てます。メラ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 ってめちゃくちゃ怒ってる。あ、文通シーン。あ、こんな風に文通してたんですね。ちょっと文通の内容が知れて嬉しい。めちゃくちゃ動揺してる。また青い炎、また青い炎が出てる。あ、道場に入ります。出た出た。これほんとすごいですよね。だってね、道場に窓がないというか真っ黒なんですよね、これ。もうめっちゃ好き。初期原作通り、あの異様な雰囲気がめっちゃじゃあもうそのまま描かれてる。完璧。稽古が始まります。かっこいい。早っ早っ早っ、めちゃくちゃ早くない？さすが柱。
わかる。あーでもこれも原作通りですね。心の声が聞こえてくる。ちょっと緊張したシーンなんだけど、ああいうなんかこうミニキャラ的なものを入れることによって緩和されるというか、イグロさんの優しさがちょっと出てますね。なんと特別練習。怖い怖い。頑張れ炭治郎くん。あ、ちょっと待って、ちゃんと窓あった今。ちゃんと窓が見えました、道場に。よかった、光が差し込んでいた。うわー、これはすごいな。この緊張感がめっちゃ出てますね。このね、木刀がねぐにぐに回るところも完璧ですね。本当にすごいですよね。まさにヘビ。あー、当たる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 。あー疲れてるみんな。そう、モブ大使がみんなかっこいいんですよね。自主練習してる炭治郎くん、みんなに迷惑かけたくないって。他の大使たちもなんかやる気が出てきた。あ、お、え、なにこれ、え、お風呂シーン、お風呂、お風呂。あ、ちょっとありがとうございます。お風呂、え、モブ大使も、え、お風呂入るの。飛び上がってる、飛び上がってる、飛び上がってるところを見たかったな。ありがとうございます。2日目、2日目の練習に入ってますけど、唐突のお風呂シーンが忘れられない。え、またお風呂シーン。おお、今日は一人で入ってるの。3日目、ちょっと3日目もお風呂シーンありますか。ほんまに出た。ちょっと、こんなに見れていいんですか、お風呂シーンを。4日目、4日目も来るか。もうでもね、炭治郎くんもだいぶこう顔が変形してきてる。炭治郎くんが覚醒してきた。森に入りました、森に。あ、なんかすごい闇の中で光るあのイグロさんの黄色い目、まさに無限列車の赤座を思い出しましたね、私は今。うわー、わーすごい、どうなるどうなる。頑張れ炭治郎、頑張れ頑張れ。あ、行った行った、今行った、切った切った、羽織切った。おー、ついに切ったなっていう感じのお顔されてましたね、イグロさん。怒ってる。相当怒ってるな。でももう終わっちゃったの、イグロさん。早い、展開早いね、今日。品津川さんの道場。かわいい。あー、ゼリツくん出たー。ちょっとかわいすぎる。ちょっともう久々の善一くんに私は嬉しすぎて胸が震えています。ちょっとあんまり大きい声出したらさくらちゃんが起きるな。ちょっとヤモリのようにっていう言葉だけであの映像をつけてくださいます。ちょっと原作いなかったところ、かゆいところに今手が届きましたね。品津川さん来た。選べてどっちも嫌だよ。かわいい。めちゃくちゃ怒ってる、めちゃくちゃ怒ってるけど、ちょっとコミカルタッチであの舌を出して気絶するところ原作通りだな。すごい、めちゃくちゃ怒ってる。調子乗んなよ。あら、かっこいい。炭治郎くんも負けてないな。熱こさしたんでキョトーンとしてる。でも可愛い顔、お顔が可愛い。そしてコミカルタッチ。あ、アイキャッチ、かっこいい。おー、
あー、品塚さんのアイキャッチかっこいいですね。どっちもかっこいい。仲良しコンビでのアイキャッチでしたね。あ、訓練始まりました。怖い、うわー、きつい、これはきつい。打ち込み稽古、無限打ち込み稽古、失神するまでが一区切り。それまで休憩なし。イグロさんもっとくれたんだ、休憩。優しい。ゼイツくんめっちゃ震えて怒ってる、かわいい。すごいやつ。わあ。わあ、強いな。手までボコボコ。あ、ついに来た。そんなこと。急にシリアスなシーンで、え、ちょっと待って、このコミカルなあのページのおまけページをここに挟みますか。私はなんかもうコミカルに行かないでずっと走るんだと思ってた。このシーンだけは、なんか玄也くんの動揺が目でね、すごく現れてますね。頑張れ玄也くん、負けないで。いっちゃんお兄ちゃんが、いっちゃういっちゃういっちゃった。ああ、すごい迫力。どんな気持ちで玄也くんが言ったか。ああ、もうでも目つぶしだけはダメ、もう見たくない。このね、なんかほんと緊張したシーンとこの善一くんのコミカルな感じが合わさっていて、もうどんな感情になっていいのかわからない私。お兄ちゃん来た。やっぱりあれなのかな、品塚さんが悪者に映らないようにちょっとコミカルタッチにしてるのかな。どうなんだろう。今炭治郎くんが一生懸命さねみくんにお訴えしてます。玄也くんがいなかったら上限に勝てなかったっていうシーンで、玄也くんの目の表情がねすごいありましたね。今ちょっと玄也くんの気持ちを考えたら本当にもう胸が震えます。うわー、上から突き上げられた、すごいな。この喧嘩のシーンも本当にすごいですよね。みんな驚いてる。この炭治郎が善逸くんに玄也くんを逃がしてくれっていうシーン、本当にこのコミカルタッチが入ってくるのはどういう気持ちで見ていいのか。この耳が切れるシーンすごいですね。俺の兄貴を侮辱するなのところ、俺味方なのに。どうやって、もう感情が忙しすぎる。あー、すごい大乱闘シーン。あー、春日井ガラスに怒られてるの、完璧なセリフ回しですね。うーん、接近禁止。あ、玄也くんが自己練習してる。あー、そこを無視をして通り過ぎるさねみくん、絶対気づいてるはずなのに。そしてもう行くのね、行明さんのところに。ちょっとなんか、気持ちが落ち着かないまま行ってしまった。気づいた二人が、すごい美しいですね、森が。滝がすごくない？この滝本物みたい、すごい。あ、みんな修行してる。もうあの稽古じゃなくて修行って言っちゃった。うわー、あ、出ました、行明さん。うわー、どうなってるのこの人、めちゃくちゃ怖い。下坊のところ、そう、マイルドな表現なのね。あー、終わった、終わってしまった。え、ちょっと待って、体感が本当に早すぎる。5秒ぐらいしか感じてない。
5秒言い過ぎた、5分ぐらいしか感じてない。早すぎる。でも行きましたね、あのシーンまで。私は公式さんの番組内容を見ていたら、やっぱりみつりちゃんで1話やっちゃうのかな、で大将こそこそはみつりちゃんかなと思ってたんですけど、今日の大将こそこそはこれだと誰になるんだろう。でもやっぱりみつりちゃんですかね。まあめっちゃ気になる、楽しみ。お、来た。あ、イグロさん、かわいい。青い炎は出てる、青い炎が、やきもちの青い炎。あ、始まった。もしかして文通のこと。あ、カブラマル君の話。目の色の話ね。視力が悪い話はしてないのね。確かイグロさんってどっちの目だったっけ。視力がちょっと悪いからカブラマル君がその補助をしてるっていうのを何かで読んだんだけど、二次創作じゃないですよね。私読みすぎてちょっと現実と夢の世界が行き来してるんですけど、大丈夫かしら、大丈夫かしら。確かファンブックだったかな、何だったかな、なんかに書いてあったような気がする。はい、というわけであっという間に終わってしまいました。いやー、今夜もすごい面白かったですね。私が想像していたのはみつりちゃんの回でゆっくりやって、次はイグロさんの回でっていう感じで、もうまた今回もアニオリを混ぜて引き伸ばしていくのかなと思ってたんですけれども、そうですよね、第8話までですもんね。あと3話でどんな展開になるんでしょうかね。来週もすごく楽しみです。はい、というわけで今夜は鬼滅の刃柱稽古編第5話、鬼を食ってまでを皆さんと一緒に視聴させていただきました。皆さんは第5話を見てどう思われましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を。